最初はグーじゃんけん。犬として人気だな。3人のイメージ変わりましたか。東根の小川製粉にツルツルの小野村です。ちょいちょい注意点のバランス。来ました。どうも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 、お疲れ様です。なんで言ってくんねんすか。もうすっかり YouTuber です。これを持ち出してジョケ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 なんです。はい。大丈夫ですよ。ジョケ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 なんです。はい。ジョケジョケ。逆にさっき俺湯殿さん行ってたんですよ。ロケですか。山登り企画。湯殿さん山登れたら楽だわ。ジョケ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 なん。全部カットだわ。全部カット。名編集マン。何の面白いことも言えねえ。うちこれはうちの家族で楽しませてもらって。これからは、ね、どう押さえてきたの。登坂さんと、登坂さんとあと、あの荒木さんちの息子の、あの辰野屋さん行ってきたの。行ってきました。はい、行ってきたんだ。嬉しい。あ、長編の方に切り替えてんすか。なうちそうっす。今でもちょっともたまに、だって一時期のメンバーあるあるの勢いやばくなかったっすか。いやだからもう今もうないっす、それは。今もう背脂に物申すぐらいしか。あれよかったっすね。あれもうインスタで11万回ぐらい。うっそ。マジで。マジで。やっぱり共感してくれる。いや多分そうっすね。やっぱしネタはやっぱこう新鮮なうちにこう料理するとやっぱいいっすね。やっぱ古くなってくると乗ってこないんで、なんだそれってなるんで。11万回はすごいね。10.7 とか8ぐらいですね。じゃあ最高っすか今までの。いや、これ言ってくる人大体山形県人が大体今1位ですね。嘘。はい、山形あるある。山形多分後ろどう思います。多分でも100円現金。あ、逆、あ、そう、逆回しして、こうやってこの状態に入んない。ガチャやってるやつ。ガチャ。あ、で多分普通にこうですよ。うん、はい、ガチャやったことねえ人がよ。それで何番何番何番だったんですか。入んないですよね、だって。そうですね。大きさ。確かに。8番。めっちゃいい。いいなぁ。おぉ。引っかかった。うわ、2番。いいなぁ。2番。わぁ、いいなぁ。やった。ありがとうございます。5番。ジョケ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 なんです。はい。最初はグーじゃんけん。はい。よっしゃー。グーじゃんけん。あー、勝っちゃなかった。先輩、おさっす。最後でした。スピアノ頼んだし。でもみんなも全然食えない状況ですけど。おっ、すげえ。こういうの置きますか。いや、来いよ来いよ最後。あー、すげえ。すげえ。うちのパルの。あ、ごめんなさい。あ、すいません。ドイツでなかなかこう
ラーメン屋さんとラーメン食う機会なかなかないんで。いやないし。なんかいいっすよね。と特にこうラーメンブロガーさんとか。ラーメンブロガーさんとラーメン食えるなんて。卵残した。やっぱ納豆はないですね。あれ角があったらどうしたっけ。あれ多分角が独特だもん。でも山形市も結構納豆好きっすよね。うん、なんか、まあ、それこそ引っ張りうどんもだし納豆じゃん。山形だって納豆は納豆ある、ある。トンタもあるし。トンタも。おい。ワンカップやってる。それもいいっすね。それいいな。犬年人気だな。ハヤト君の犬年。あ、俺早生まれで犬年です。ああ、うちの嫁さんでしょうか。コノさんいただきます。あ、はい、コノさんいただきます。バイ。あそこだな。どうすか。やっぱこれですね。やりきりました。じゃあ最高です。ごちそうさまです。メガネこもります。ではまた運転よろしくお願いします。行きましょう。はい。イメージどう。3人のイメージ変わりましたか。変わりました。本当はコノさんが怖そうだとか。俺コノさんだもん。多分何回か喋らせてもらって とは言いつつ、でもやっぱコノさんもヒデさんも年上なんで、まあ、もちろんエスさんめちゃくちゃビビってきたんですけど。いやもうよくしてもらってありがたいですよ。いや、うちらも思ってもらってるんで。そうですね。一発目から思ってもらったんで。一発目にいただけに。最年少で終わらせる。そう、いきなり一発目から思るっていう。最高。ただのおまわさん。あれはしょうがないですよね。あれはしょうがないです。粉使ってもらって。そうそうそう。いい旅でしたね。いやいや、ですね、楽しいですね。定期的にやりたいぐらいですね。そう、本当。俺は全然いつでも合わせれるんで。いや、本当ですよね。楽しい楽しい。いや、本当楽しいですね。勉強させてもらいました。お疲れ様でした。無事に戻りました。すごく勉強になりました。あと、小奈さん見せてもらうとですね。こんなにこう大変なことをしてうちの方に物を届いてるんだなっていうすごく思いましたし、なんかもっとこう物を大切にしようという気持ちにもなりましたね。あと久々にこう3軒ラーメン食いましてめちゃめちゃ腹いっぱいです。でもすごい楽しかったんで、またこういう機会があったらまたやりたいなって、お誘いいただければ行きたいなと思ってます。今回はありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。